こうペタッとした印象で、なおかつ横に広がっているようなイメージになってしまいます。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またほぐし方の動画をやってみました。で、前もほぐし方の動画をやったんですけど、今回はほぐす前の段階、ベースのまとめ方の、方法をやってます。で、これを、変な話こうおろそかにしてしまうと、いかに綺麗に引き出してボリューム出したとしても綺麗に見えないですし、バランスが悪いです。なので、まあ、これだったら多分皆さん簡単にできる方法で、これをやって、あとほぐし方を、両方合わせてやるとかなり結構綺麗に出てくれるし、バランスもいいかなと思いますので、頭の形が、いつも上手にできないという方、ぜひこの方法で試してみてください。それでは動画をどうぞ。はじめに、乾燥している髪の毛は絶対ダメなので、オイルだったりとかバームをしっかりとつけていきます。このパサつきがしっかりと治るぐらいできるだけつけてください。で、まず毛先の部分つけたら、次に表面の部分もしっかりとつけていきます。で、引き出すときにこの表面の部分がかなり大事になってくるので、ここのパサつきもしっかりと収まるとより引き出し方が綺麗に見えます。特にこの顔周りですね、ここがあんまりついてないと結構こう細かい毛が結構出てきたりとかして、あんまり綺麗に見えないので、ここもしっかりとつけるようにしてください。まずは普通に結んだ状態にしてます。軽く手ぐしで整えて後ろで結んでいきます。この状態でほぐしていきます。全体的に毛流れが斜め下に向かってる状況になってて、トップの部分がボリュームは出てるんですけど、少しこうペタッとした印象で、なおかつ横に広がっているようなイメージになってしまいます。次にブラシで全体的に後ろに向かって溶かしていきます。トップの部分も分け目を隠すように後ろに向かって、サイドの部分も後ろに向かってしっかりと溶かしてまとめていきます。先ほどと同様にゴムで結んでいきます。この状態でほぐしていきます。だいたい等間隔で少しずつ3ミリ束でボリュームを出しています。この状態だと全体的に後ろに毛流れが流れてて、トップもしっかりと高さが出て横広がりに見えない感じになってます。ほぐす方法をやります。多分1本ずつこう引き出すのって結構皆さん難しいかなと思うので、本当ポイントポイントで、まずこのトップの部分、一番上ですね、ここの部分をゴムの部分を持ちながら、一番こうペタッとなりやすい部分ですね、を4本の指で軽く挟んで、そのままぐーっと上に上げる。そうすると少しこう山形にボリュームが出るので、これでトップの高さが出てる状態になってます。で、あとはやっぱこの部分ですね、この部分も絶壁だったりとかボリュームが出なくてペタンってなったりする可能性もあるので、この部分も同様にゴムの部分を持ちながら少し広げてあげる。ちょっとこう山形になるような感じですね。今この辺の部分が少し出てる状態です。次にトップの部分の少し横ですね、ここちょっとへこんでるじゃないですか、この部分をちょっとだけ出します。ちょっとだけ、本当に
ここのボコっていうのがちょっとなくなるぐらいの程度ですね。ここが一番高さが出て、徐々に横に行くに従って少なく低くなるイメージで出していきます。次にサイドの部分ですね。サイドの部分もここよりも低く少しだけ出してあげる。反対側も同様に出していきます。自然にボリュームが出てる感じになってるかなと思います。今日はこんな感じでほぐし方のコツをやってみました。基本的にトップのボリュームがやっぱり出ないと全体的なバランスがおかしくなってしまうので、しっかりとまずは溶かす。で、なるべく毛流れを全体的に後ろに持ってきて、毛流れを整えてあげる。そうすることによってトップがボリューム出やすくなります。で、トップの高さが出てサイドのボリュームがそんなに出てるように見えなくなる方法なので、あとはまあそのほぐし方も一番上がトップが一番ボリュームが出るように、徐々に下に向かって少なく出していくイメージで、基本的に1本ずつじゃなくて結構こう4本指ぐらいでガガッと出してあげると、まあ最初は綺麗にボリューム感が出てくれて、で慣れてきたらちょっとずつ束感調整としてやっていくとかなりほぐし方も上手になってくるかなと思いますので、苦手な方ぜひこの方法で最初試してみてください。この動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。